じゃあ、ケイ。ニョキニョキ、予備中のひまわり。もう支柱が短すぎてやばいです。今からカノさんのものを買いに行きます。あ、私もおもちゃ。あ、カノは日記。みおさん、こんにちは、カノです。あれです、ちょうだ。はい、今日はいろいろお買い物に行きたいと思います。前回ね、お兄ちゃんとカノさんで出かけるって動画を出したので、今回はなんと偶然にもお兄ちゃんがいないので、お姉ちゃんとお出かけしたいと思います。買いに行くものはカノさんがちょっと欲しいなって言ってたものです。じゃあ探しに行きましょう。レッツゴーゴー。じゃあ行きます。ミント、バジル、トマト。3種類ございますって言っとった。あんちゃん、砂場の、これ、これかな、うん、あ、ここにいるの。え、あんた砂場あるへん、あるの知らんの。じんじり、砂場、作ったんだよ。そうて、そうて、そうて、そうて。せーの、よいしょ、よいしょ。はい、オッケー。本日のデザートはこちら、ミニストップの新作、なんだったっけ、長野パープルソフト、いちご、です。あ、ぶどうです、これ。で、スプーン見せて、ちょっとスプーン見せてよ、スプーン。これ、食べれるスプーンって書いてありました。どうぞ、2人で仲良くお食べください。どう、スプーンってバキッと折れそう。硬い、わからん。あー、はい、あれの味がする。これ、モナカ。うん、あたりまぶた。コーンフレークみたいな感じ。へー、あれ、スプーンまだ食べちゃダメ、食べれなくなっちゃうじゃん。うん、今バリって言った方。でも考えたよね、食べれるスプーンって、うん、美味しいよ、めっちゃぶどう。あ、美味しいんや。巨峰かなんかなのかな。ぶどうと白のとどっちが美味しいの。混ざって美味しいと思う。混ざって美味しい、なるほど。かんちゃん、これあげるでさ、こっちのコーンちょうだい。最後終わった。はい。あれ、でも食感いいね、そのスプーン。かんちゃん、なめなめしてるけど。食べろって。普段はハヤとカノが食べてるアイスですわ。うん、うん、うまい、うまい。絶対さ、スプーンよりこっちの方がいい。うん、それはわかる。こっちの方がスプーン美味しいけどね、味付け。カモさんには持ちやすいサイズだよね。え、ママ食べたい。オッケー。ねえ、あやさん、中のやつだけね、絞り取ろうとするのやめてくれる。さあ、帰りましょうか、お家にね、うん、お腹いっぱいになったし。スナムさん、スマム早く遊ぶよ。帰って、姉ちゃんの撮影が終わったらやりましょう。どこでやる？どこでやる？これね、今まで使ってた砂です。これに砂を足します。じゃあこれちょっとどけてください。これ片付けるの大変じゃない、20キロ入れたら。だから言ってや、何袋買うとか言ってさ、2位でギリギリかなと思ってさ。10キロ運ぶの大変だな。バッタバン。あれ、土の色が違う。あ、ちょっと一袋でよかったんじゃんの、これ。あ、これ一袋にしとく。うん。触ったはいいです。はい、増えました。いや、全然違う質が、ほら。へえ。ああ、なんか混ぜるのもったいな。
まあいいや。はい、新しいカノさんの砂場ポイントが増えました。ちょっと多すぎだな。お砂場ライフ楽しんでください。でも行かないでよ。ママ行くよ。行かない。ママ行くよ。行かないね。